皆さんこんにちは。レック専任講師井上と申します。これより2016年合格目標時事白書ダイジェスト社会政策編の第2回目のポイント講義を始めていきたいと思います。さて、社会政策編の2回目何やるのかっていうと、社会保障の問題です。社会保障は皆さんも知ってるかもしれませんけれども、社会的弱者や経済的な弱者、いわゆる貧しい方たちに対してパブリックセクター、公的部門がどのような形でフォローできるのかっていうところを学んでいきます。大きくは社会保障の総論でそういった枠組みや制度も勉強していくんですけれども、この社会保障編についてはもっと内容にも踏み込んでいきます。具体的には高齢化問題や少子化問題、そして年金や医療、そして最近話題になっている介護保険制度、障害者、こういった部分について勉強していきます。こういった項目を見た、あるいは聞いただけでも、お、択一試験対策だけじゃなくって論文や面接にも使えそうだなと思った方がいるでしょう。その通りです。この社会政策の社会保障編は択一試験対策としてももちろん役に立つのですけれども、そのデータや現在国や都道府県市町村などの自治体が行っている政策の内容、これは論文やそして皆さんが心配しているだろう集団討論のテーマにもなりやすいです。特に少子化問題に関しては2015年の国勢調査の速報が2016年の2月に公表されました。今日本は人口減少社会です。この人口減少社会を迎えるにあたって少子化問題は切っても切れません。その裏返しとして高齢化問題もあります。高齢者率は現在 25% を超え、4人に1人が65歳の高齢者です。こういった統計数値はもちろん、どのような対策が行われているのかというのをしっかり押さえていくこと、これが実は集団討論で他の討論のメンバーより頭一つ抜け出すときに使えるんですね。もちろん制度をしっかりしておくことも必要です。この社会政策の2回目社会保障編では、この対策、政策、制度、これをねしっかり押さえていってほしいかと思います。こういった部分を勉強することによって、よりね論文対策や面接対策、こういったものに厚みが生じると思います。復習するときのポイントは、数値、そして制度概要、何を目的にしているのか、そして現状はどうなのか、こういった部分を常に気にしながら勉強していきましょう。もちろんね、少子化高齢者メインになってきますが、その他の問題もたくさんありますので、こういった部分をね忘れずに勉強するのがいいかと思います。ではですね、これでポイント講義の方終了したいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。